ゆっくりしていってね。というわけで、第二次世界大戦で活躍した軍用機を紹介していくぜ。本日解説する軍用機はこちら。イギリスのブリストル社が開発したブリストルブレニムだぜ。こちらの機体は、当初は双発軽爆撃機として開発されたが、後に重戦闘機に改修されたりして使用されている。ちなみに名称のブレニムは、ドイツの地名ブリントハイムの英語圏における呼称から来ている。原型機となったブリストル142は、イギリスの新聞王だったロザーミア卿が欧州一早い旅客機をブリストル社に発注したことにより開発された。試作機は1935年4月に初飛行し、抜群の性能を示した。全金属製、単葉、引き込み脚という先進的な設計のイギリスの旅客輸送機ブリストル M142 は、試験飛行では最高速力498キロと当時のイギリス空軍の副用戦闘機よりもはるかに高速だった。そこでイギリス空軍は、ブリストル社にこのブリストル M142 を原型とした中型高速爆撃機の開発を命じたが、この時試作機審査及び試作機なしで、ブレニム爆撃機マーク1として正式採用した。最初の型であるマーク1は、原型機ブリストル142の主翼を中翼にし胴体に爆弾層、背面に 7.7 ミリ連装機銃塔を設けた。武装したことにより重量が増加し、原型機ほどの高速性能は得られなかった。機首前面が平板ガラス風防で覆われたキャノピーも特徴的である。しかし、1939年になった頃には速度的な優位性は薄れ、爆弾搭載量の少なさ、貧弱な防御武装など欠点が目立ってきた。そこで、ブレニムマーク4が開発され、透明風防で覆われた機首が延長され、操縦席からの視界確保のため段付きの機首になっている。エンジンもより出力の高いものに換装し、主翼内に燃料タンクを増設した。武装も新しくなった段付き機種の仮面と、胴体後方上面に 7.7 ミリ機関銃の旋回機銃座を設けて防御力を向上させた。爆弾搭載量も450キロから600キロに増加した。さらにマーク4の後方火力を強化した型のマーク5も開発されたが、エンジンの出力が低いものに換装された上、機体重量が増加したため性能はマーク4より悪くなってしまった。1936年末からイギリス空軍部隊に配備されたブレニム爆撃機は、第二次世界大戦勃発当初はイギリス本土から、地中海アフリカ方面に配備されたが、ドイツイタリアの戦闘機に対して、速度上の優位はなく、防御用の旋回機銃も貧弱だったが、運動性が良く、稼働率も高かった。その後、爆撃機型だけでなく、重戦闘機型、夜間戦闘機型の使用も施された。また、レーダーを装備した夜間戦闘機型も開発されバトルオブブリテンに参加したり、夜間空襲で接敵できることを証明し撃墜にも成功した。他にもイギリス空軍の爆撃隊による最初のドイツ艦隊攻撃に参加したり、太平洋戦線では日本軍機とも交戦している。特に加藤はやぶさ戦闘隊で有名な日本陸軍第64戦隊長加藤中佐が搭乗する一式戦闘機をベンガル湾上で撃墜している。これはブレニムが胴体上部に装備した銃塔に日本軍が慣れていなかったためであると言われている。対戦時には戦闘機に対する速度的な優位さはなく、また防御武装が貧弱であったため損害が増大したが、軽快な運動性を生かして後継機であるデハビランド・モスキートが配備されるまで各戦線で活躍した。また、ブレニムはブリストル社の傑作機であるボーファイターの礎となった機体でもあった。といったところで、今日は終わりにするぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。